こんにちは。どうも、石田慎太郎です。今日はですね、こちら、京都にあります、京和に食に来ております。こちらですね、大分、大さんの、アニメのキャラクターグッズ等が販売しているということなので、ぜひ、中を見てみたいなと思います。そんなわけで今、店舗の中に来たわけですけれども、このようにご覧ください。ね、これクッションですね。お何ともですね、何とも、まあいいや、鈴見春妃ちゃんというちょっと妙な中也さん、がありますけどね、これ僕でも初めて見ました。これね、黄緑さんが、まあいいやちょうど、でこれですね、京和にしょくさんのこれはラキスタ、コミカですね、これはあの私もちょうど CM をさせていただきまして、でさん販売中の、空を見上げる少女の瞳の一つ世界の DVD でございますね。さあ、それではこっちの方を見てみたいなと思うんですけれども、ピンポーン、あらあら、これは、あ、武道館、イン武道館、あなたのためだから、ちゃんと白石みのると小上明が出ておりますね。なんかすごいいい感じになってるのがすごいなんかちょっと気恥ずかしいんですけれども、これはおそらく、まあ、空を見上げるでいうと、3話のラストですかね、ちょうどぐらいのところになるのかなという、この形だと、この今の状態のこの絵だと大体これ何分ぐらいで縫い終わるものなんですか、大体。そうですね、どうかしら、そうですね、3時間でしょうかね、3時間ぐらい、そのまま、ああなるほど、うん、でしたら、おお、結構かかる、あ、それでもかからない方なんですねあの、そうですね、おお、京和にショップへのメッセージをどうぞ、ね、なんて書けますかね、気の利いた言葉が浮かばないですよね、はい、書けました、はい、白石みのると小上明のグッズをたくさん作ってください、白石みのるってことで、メッセージも入れてバッチリです、はい、こんな感じでですね、いろいろ本当にたくさんの商品が置いてありまして、今まで、京都さんが関わってきた作品のグッズがたくさん売っていますので、皆さん興味がある方はぜひですね、お越しいただきたいなと思います。そんなわけで、レポーターは白石みのるでした。どうもありがとうございました。またね、バイバイ。はい、そんなわけでございまして、場所を移しまして、こちらは、京都アニメーションさんの第一スタジオになります。はい、これがですね、こちらの第一スタジオの、中を、見学させていただいて、皆様が、どのようにお仕事されているのかちょっと見学させていただきたいと思います。これは今何をやってらっしゃる、スタジオで、作画打ち合わせ、作画打ち合わせ、はい、お、これは、ですから、そのコンテを見て、そうですね、はい、コンテをもとにその、まあ、原画さんと演出と作家、はい、まあ、他のスタッフも加わることありますけど、はい、まあ、演出が原画スタッフさんにそのコンテ意図を細かく説明していくっていう作業ですね。あ、なるほど。ですからここから本当にこれが完成形ではなくて、ここからもう作画さんがこうイメージ本当に膨らませて、はい、もっと素晴らしいものにしていってくれるっていうのが原画の作業ですね。で、佐藤さんも一緒に、はい、まあ、作地をするときにどうしても絵の説明が多くなりますので、はい、演出と作家はもうセットみたいな感じ で一緒にこういう画面を作るからっていうその演出からの話を聞いて、はい、まあ、作家としてどういう仕事をしなきゃいけないかなっていうのをまあ相談したり頭の中で妄想しつつ、あ、はい、妄想しつつそうですはい、僕はですか、何カットくらいカットする最後、僕はですか、僕は何カットでも、ていうかムートって確実にカット数相当な数言ってんだろうなと思いながら、まあ今見たらね、300カットくらいだから400カット違うのかと思ってちょっとと思いましたね。400超えた話数もあったと思います。そうですね、
で400超えたらみんなあの泣くっていうのを僕も何とか聞いたことがあって350超えた段階でもうすでにみんな泣きたくなるって話を聞きましたけど、もううんざりうんざりただ、まあ、この作品は本当にあの特にあのこういうアクションシーンなんかはテンポよくっていうのがありますので、うん、どうしてもカット数は多くなってしまうんですね。この根底でじゃあ言えばこうどこをどうしてほしい、ああしてほしいっていうのはそうですね、どの段階でおっしゃってたとか、例えばこの手があのインするのかどこぐらいからスタートするのかとか、この紙はどう動くのかとか、この BG あのはどういうものかとか、こうぼかすのかとか、あのこれは夜なのか昼なのかとか、この手の演技とか、でまあ T コーがあるならこれは T コーなのか塗りなのか、まあ、どういう処理にするのかとか、まあ、色味はどうなのかとか、まあ、そういう具体的な部分をあのこう打ち合わせしています。なるほど、はい、了解です。はい、そしてどうもありがとうございました。ありがとうございました。改めてありがとうございました。ありがとうございます。すればいいでしょう。でも多分でもこの色を見ても私の方から何か言うってことは基本的にないんですけれど、はい、これ感じてます。動画そのまま色を塗る前の状態になってます。はい、じゃあ田中さん、はい、お願いします。線の修正と線の修正はい。右の細かい、あ、違うの、大きい画面見ていただけるとちょっと分かりやすくなると思います。はい、はい、穴ぼこが開いてたりとか、はい、あとガタガタなってるところも、はい、あの実際にマウスで一つ止めていったりとか消していったりとかっていう感じで、こんな感じで、あの出る脇が出てくるんですけれども、赤か青、想像していただけると、はい、あ、線として描かなくちゃいけないんですが、まあ、影もそうなんですけれど、そこまで描いてしまうと問題があるじゃないですか。それも赤だとか青だとかで色分けして、影色とそのハイライト色っていう風にして、区切りがしっかり分かるようで塗りやすいようにっていう風になってるんですよ。なので撮った時にどれが影の線なのか、どれがハイライトの線なのかとかっていうのが分かるようにな、なるほど、それでその色があるわけなんですね。はい、そうです。なるほど、あ、本当でもなんかどんどんで、これをまたこうアップにしてこうやってみたいな、そうですね、結構それの繰り返しですね。繰り返しそんなわけでございまして、こちらですね、撮影した、が映像ですね、こちらをチェックする、部屋でございます。そんなわけで、木上良志さんに来ていただいております。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。はい、この部屋は、これはどう、その、まあ、撮影のチェックということなんですけれども、まあ、あのここであの演出がコンテで意図したあの映像になっているかどうか、はい、あの正確にこう、撮影さんとしてその作業してくれているかどうかっていうものをチェックする場所ですね。カット順にこう並べて、まあ、あの編集さんにお送りするっていうことです。これテレビがなんで2台これあるのは、こちらがマスモに
言って、その一番あのデータが正確に出るもので、あちらがあのテレビにそれがどうするかということの確認ですね。あ、なるほど。よくあのそのブラウン管通すとちょっと赤みがつきすぎるとかっていう、そうですそうです、あの、をちゃんと見比べないとっていう、あの意味合いなんですね。あの意図していたものとちょっとずれていたりした場合は、はい、あの元のものからあの修正してまた撮り直しましょう。色味を修正してってことですね。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。